はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少しココモンテス選手のことについてお話しさせてください。やはりね、後半戦のね、鍵になってくるプレイヤーかなというふうに思いますし、やはり、後半戦から一軍に上がってくるということはね、もう言われてますから、そういったところで、まあ、状態であったりとか、まあ、その、ココモンテス選手をどこのポジションで、どの打順で使っていくのか、まあ、坂本選手もね、どういうふうにこう、起用していくのかっていうところをね、ちょっと一緒に考えたいなっていうふうに思うんですけども、ちょっとね、皆さんね、知ってるかもしれないですけども、阿部監督のね、ココモンテス選手であったりとか坂本選手に対する発言があったんで、ちょっとね紹介したいんですけど、あのココモンテス選手、まあ坂本勇人選手、まあどちらもね使いたいというか、売ってくれるんだったらどっちも使いたいっていう風なねことを言ってて、でココモンテス選手の場合はですね、7番で起用したいかなっていう風に言ってるんですよ。で、もう一つ言ってて、まあ、基本的には、まあ、ココモンテス選手は、まあ、三遊間。で、直樹さんが、まあ、ずっと出てるんで、まあ、それのバックアップっていうのも、まあまあ、可能性としてはあるかなっていうふうなね、発言をされてたんですけど、これでね、ジャイアンツファンはね、結構こう、困惑してるというか、どうすんのっていうふうに思ってると思うんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、その、坂本さんの状態ですよね。坂本さんとココモンテスを、どっちも使うっていう風な話になってくると、ショートに、ココモンテス選手をやるのか、サードにココモンテス選手を入れて、で、ショートに坂本さんを戻すのかとか、いろいろね、こう、なんか、使い方がね、変わってくるんで、そういったところで、ちょっとね、今日ね、一緒にね、深掘っていきたいと思ってます。で、まずなんですけど、阿部監督がね、ココモンテス選手7番でという、7番で起用したいと。チャンスで結構回ってくるからね、みたいな感じで、言ってたんですよ。7番でね。で、実際、じゃあ7番の、打率とかってどうなのっていうところね、ジャイアンツの今の、見ていくとですね、まあ、6番が結構悪くてですね、実は7番が打ってないというよりかは、6番が結構悪くてですね、6番が1割8分7厘。で、OPS が488。で、7番が、打率が2割4分2厘。で、OPS が640。で、8番が2割6厘。OPS が537っていう風になってて、実は1番、6、7、8比べたら、6番が一番打ってないんですね。6番が一番打ってないですよ。うん。だからもしかしたら、ココモンテス選手が良かったらね、6番とかに入れるのも、もしかしたらありなんじゃないかなっていう風なね、ところは僕は思ってるんですね。で、その中で、ココモンテス選手、まあ、来日されてね、まあ、時差ボケであったりとか、まあ、いろいろね、2軍の試合出たりとか、3軍の試合出たりとか、いろいろしてましたし、まあ、いろいろな、こう、試合感というか、まあ、日本の野球ってどういうものみたいな感じで、まあ、試合をね、しっかりこなしているんで、なんとなく掴んできたのかな、という、とは思うんですけど、それでね、成績がすごいんですね。今、5試合で出て、打率5割7分1厘、14打数8安打、1ホームラン、4打点、で、OPS が150、じゃあ1050か、1.500 っていう風になってます。まあ、その、まあ、実際ファームの試合だからとか、まあ、3軍の試合だからっていうのはあるんだけども、やはり、まあ、そこでも打てない選手はね、打てなかったりとか、ヘルナンデスも上がった時はですね、ファームで1割台かなんかやったと思うんで、まあ、そこはあんまり、まあ、関係ないことはないけども、なんかその、まあ、その状態の良さだと思うんですよね。で、まあ、その、こんだけ、まあ、2軍であったとしても、2、3軍であったとしても、こんだけ売ってるってことは、まあ、今状態が、すごくいいんじゃないかな、っていうふうに思うんですね。で、その中でですよ、こっからですよ、今日の本題は、打順について、ちょっと言及していきたいと思うんですけど、まあ、僕ね、いろいろ考えたんですよ。4パターンあるな、っていうふうに思ってて、どういうことかというと、まあ、通常、今の、まあ、打順。というところと、坂本選手を起用して、岸田選手を外すという起用。で、坂本選手を起用して、岡本選手をレフトにやるという起用。で、最後は、もう、先ほど言ったね、阿部監督が、こう、どっちも使いたいよっていうお話してたと思うんですけど、もう全員、もう打つ野手を全員使うっていう欲張りオーダー。この4つは僕あると思ってて、ちょっと皆さんとね、一緒に見ていきたいんですけど、まず通常はね、まあ、1番丸、2番吉川、3番ヘルナンデス、4番岡本、5番大城。まあ、ここまでいいですよね。で、通常で言ったら、まあ、キャッチャー、岸田、
で、その次が、ね、レフト若林か、まあ、岡田。で、最後が、あまあ、ショート、門脇か、伊豆口。まあ、これがね、今の、ジャイアンツのあるあるというかね、まあ、普通のオーダーだと思います。で、ここなんですよね。次、じゃあ、坂本選手状態上がってきましたよと。で、岸田選手ちょっとこう、ベンチスタートさせますよっていうオーダーは、丸、吉川、ヘルナンデス、岡本、大城。ここまで一緒なんですね。で、大城さんは、今回ね、キャッチャーに入ってるんですね。キャッチャー、5番キャッチャーで出てますと。で、岡本選手はファーストに出てますと。で、こっから。で、6番に坂本選手、サードで入れて、で、7番に、レフトに若林選手とかね、入れて、で、8番にショート、門脇選手。まあ、これもね、あるじゃないですか。まあ、坂本選手が、まあ、出てる時って、まあ、大体これじゃないですか。で、次、もう一回、3個目が、坂本さん出てて、で、カズマをレフトにやる。うん、これも、打順は5番まで一緒なんですけど、カズマをレフト、4番レフトにして、で、ファーストに大城さんをやって、で、7番に、じゃあ6番にキャッチャー岸田選手をやって、で、7番に、坂本さんサードを入れて、で、8番に、ショート門脇選手か伊豆口選手。うん。これも、まあまあ、あるじゃないですか。で、問題は一番最後なんですね。で、なんで問題かっていうと、その守備位置の問題とかが結構出てくる。まあ、ただ、打てればいいってもんでもないし、守備が硬ければいいってもんでもないので、そこはすごく難しいんですけど、ちょっと見ていきますね。1番ライト丸、2番セカンド吉川、3番、センターヘルナンデス、4番レフト岡本。で、5番、ファースト、大城。で、6番、サード、坂本。7番、ショート、ココモンテス。で、8番、キャッチャー、岸田。これ、バッティングエグいと思いますよ。これ、エグいよ。さっき言ってたね、ココモンテスは7番で使いたいっていうところをね、反映させて、7番をショート、ココモンテスにして、で、坂本さんを一緒に出すというところはですね、坂本さんの状態が上がってきてるという風なね、ところで捉えまして、6番にサード坂本さんを入れてます。だから、確かに、いろいろね、坂本さんの立場が危ういとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。うん。吉野部さんかな吉野部さんが、坂本が、隼人が打たなかったら、結構その存在が危ういよ、みたいなことを言ってらっしゃったんですけど、この間ね、チャンネルで。なんですけど、もちろんそれはそうなんですけど、でももし、坂本さんの状態が上がってきた場合、上がってきて、先ほど安倍監督が言ったように、ココモンテスも状態が上がってると。どっちも使いたいなっていう風な形になってきたときに、門脇選手とか伊豆口選手もやばいと思うんですね。だから結局、ココモンテスが良かった場合、基本的にサードとショートって言われてるんで、基本的にそのどっちの守備、どっちかはやられるんですよ。どっちかやられるというか、例えばショートにやるんだったらショートの選手は出れなくなるし、で、サードにやるんだったら坂本さんは出れなくなるけど、坂本さんのもし状態が上がってきたとしたら、どっちも使いたいっていう風な形になるんで、ココモンテスをショートにやって、坂本さんをサードにはめるんで、ショートの結果的に、門脇選手だったりとか、伊豆口選手が出れないっていう風な形になるんで、だからこれね、すごく難しい問題だし、守備の問題とかね、モンテスが、果たしてそのサインプレーであったりとか、日本のね、そういった細かいプレーに対して、シーズン中でね、すごく難しい時期の中ね、対応していけるのかっていうところもありますけども、まあ、結局その、まあ、ある程度やってるから、どっちのポジションも、サードもショートもセカンドもやってるから、まあ、ある程度もう感覚は掴んでるし、で、もともと内野手だし、ずっとね。だから、多分、普通に慣れさえすればできると思うんですよね。その連携のちょっとしたタイミングの、合わせ方とか、そういったところは、この間のね、山崎伊織投手のセカンドで牽制アウトしたやつとかありましたけども、あれとかも、実際と、すごく難しいところではあるんだけども、あんまり、1年で何回もやるプレイかって言われたら、そうでもないし、っていうところで、まあ、やりながら合わせていくっていうのもあるとは思うので、そこは正直ココモンテスがどこまでやれるのかっていうところと、坂本さんがどこまで復調するのかっていうところにかかってくるんですね。だからそれが、結果的に坂本さんがダメだっていう風になるんだったら、多分、門脇選手でやったりとか、伊豆口選手は、まあ、おそらくショートで出れるだろうし、もし坂本さんも一緒に上がってきたとしたら、多分その二人出れなくなるんですね。だからまあこれね、非常になんかこう残酷なお話かもしれないけども、まあ実際ね、本当にそうだと思うし、
まあ、安倍監督ね、シーズン前にいろいろね、構想というか、まあ、その、こうやって やりたいとか、こうやってやるよっていう風なね、レギュラーを確約してたりとかね、いろいろありましたけども、結局、チームなんていうのは流動体だし、生き物なんで、その時々でね、一番適したというか、ベターな選択っていうのをしていかないといけないというのがあるので、全部、自分が言った言葉を、貫き通さなければいけないということでもないし、結果的に勝てば、ファンは喜ぶし、みんなね、嬉しいんでね、そういったところで、やってると思う、采配をやってると思うので、だからその、安倍監督がその、なんて言うんだろう、意思がブレてるとか、意思が弱いとか、なんかその、言ったことをちゃんとやってないとか、そんなんじゃなくて、結果的に本当にもう、その時々でね、不確定要素とか、いろいろね、怪我したりとか、いろんな選手が調子悪くなったりとか、そんな、どこでどうなるかわからないんで、で、その常に最善策を練っていくというかね、決断していくっていうことが、監督のやるべきことだと思うし、まあこれはたらればの話ですけども、坂本さんがどうやって上がってくるか、どれぐらい上がってくるか、モンテスがどれぐらい、2、3軍で打ってるけども、1軍のピッチャーに本当に適応できるのか、僕はできると思ってますけど、本当にできるのかっていうのも実際やってみないとわからないところがあるんで、そこでね、その選手、まあその2人の選手ですよね、ココモンテス選手と、まあ、坂本選手の、まあ、状態の良さであったりとか、どれぐらいできるのっていうところによって、まあ、門脇選手であったりとか、伊豆口選手、もっと言えば、若林選手とか、岡田選手と、出場機会ももしかしたら減る可能性もあるんで、そういったところでね、その巨人という球団は、なんか若手が育たないとかね、言われてるのも、まあ、こういう、補強であったりとかっていうのが毎年毎年あるので、まあ、こういったことがあるんじゃないかなっていうふうにも、個人的には思います。はい、てな感じでですね、今日はですね、まあ、そのココモンテスがどれぐらい、やるのかっていうところと、まあ、どういった起用法をしているか、行くのかっていうところをね、見ていきました。まあ、いろんなね、起用法はあると思いますが、まあ、再三言ってますけども、まあ、坂本さんのね、状態の良さというか、状態がどこまで上がってくるかによってですね、使われる選手、使われない選手がはっきり、明確に出てくるのかなというふうに思うので、そこはね、みんなまあ坂本選手をね、まあ必要としてると思いますし、まあコメント欄でね、たまに坂本もいらんとかいうコメントもあるんですけども、間違いなく僕いると、間違いなくいるんでね、絶対にいるんで、そこはね、副長っていうのは絶対チームとして、大きいと思うし、巨人がね、もし優勝するというか、したいと思うんだったら、坂本さんのね、この調子っていうのはめちゃくちゃ鍵になってくると思うので、そういったところで、まあどうなるかわかりませんけども、今日はね、僕なりに、情報をまとめてみました。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。